皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダバオ地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染情報ですね。今日はですね、2日分の感染情報をお伝えします。まずは6月19日の午後4時時点での情報ですね。はい、こちらです。はい、一番上がですね、感染者の総数となってますね。28,459人です。そして右側行きまして、7,378人が回復者。そしてその下が、死亡者で1,130人となっています。はい、そして真ん中の一番下の661人というのが新規感染者ですね。はい、引き続き多く出てますね。では、続いて、6月20日の感染者情報です。これはじゃあ逆に新規感染者、真ん中の一番下から見ていきますと、943人となっているんですね。はい、もう1000人近く、まあ1日というか、これ実は、この943の上を見ていただくと365とあるんですけども、これは、過去4日以上前にテストを受けた人にですね、あなたは感染、陽性ですよと伝えた、というのが365人。そして上の、その上の数字はフレッシュケースとなってまして、3日以内に、テストを受けた人に陽性だということが、伝えられたというのが578人なんですけども、それの合計が943人となっています。この4日以上前、レイトケース、遅いのとフレッシュケース、最新のを合わせて最近は新規感染者として数字が出ています。なので、一日で出た数字ではないんですけれども、まあ、ここ、6月20日の時点で確認が取れたケースですね。それが943人と多くなっています。はい。それで、一番上行きまして、29,400というのが感染者の総数ですね。もう3万人の一歩手前まで行ってますね。そして、回復者が右側で7650人。そして、その下が死亡者。1150人となっています。はい、引き続き油断ならない状況が続いていますね。じゃあこの流れで今日はダバオ地域の情報もお伝えしていきます。はい、こちらがダバオ地域ですね。はい、こちら右下のオレンジの部分ですけども、ニューと書いてある7人というのが新規感染者ですね。これは6月19日時点での情報になっています。6月20日のはこの動画を作っている時点ではまだ出ていないので、はい。19日時点で7人出ています。そして感染者の総数が447人。死亡者は出ておらず、総数が31人。回復者が5人出ており、回復者総数が298人となっていますね。はい。ダバオ地域全体でも、まあ、ダバオ市が相変わらず一番多い370人となっていますけども、その他周辺の州においても感染者が出てきている状態となっています。まあ、人の動きが本当に多くなっているので、まあ、私が以前思っていたよりはですね、もっと規制が緩和されて動きが多くなったら急激にドバッと増えるんじゃないかなと思っていたんですけども、今のところそうはなっていないようですね。まあ、ただし、引き続き感染者は出続けていますので、フィリピン全国で注意していく必要があります。そして今日のメインのお話ですけれども、イミグレーションでのビザの手続きについてですね、これ気になっている方が以前多くいらっしゃって、まあ以前の動画でも一度作ったんですけれども、その後最新情報ということで今日はお伝えいたします。実はイミグレーションからアドバイサリートゥーパブリックという勧告っていうのが一般の人に対して出されていまして、今日はですね、それに基づいてお話をしたいと思います。まず、ちょっと前の勧告になりますけれども、以前の動画でお伝えしたのはですね、今、この規制期間、特に ECQ と GCQ ですね、強化されたコミュニティ隔離と一般的なコミュニティ隔離が実施されている期間は、イミグレーションでの手続きは止まっていて、で、そのイミグレーションでの手続き停止期間を解除してから30日以内に延長すればいいですよと、いうことがアナウンスされているというのは以前の動画でお伝えしたんですけども、それは実は5月4日付の勧告でそういうことが、アナウンスされてたんですね。イミグレーションから。で、その内容をもう一度言いますと、フィリピン国外に立つ旅客以外の人はビザ延長等の手続きを保留にするとなっていました。
そして保留にしている期間にビザが失効してしまった人は、保留期間が解除されてから30日以内に申請書類を提出すれば、罰則や罰金はないものとすると書かれています。そして強化されたコミュニティ隔離 ECQ または一般的なコミュニティ隔離 GCQ が実施されている期間中に、フィリピン国外に出る旅客に関してはビザに関する罰金や罰則を免除すると、まあ、要は国際空港のイミグレーションでビザ延長手続きをしてから国フィリピン国外に出られるということが、5月4日付の勧告ではなされていました。まあその空港に着いた時点でビザが切れていたとしても延長分だけを払えば罰則はないという、そういう意味ですね。続きまして、実はもうオンラインでのビザの手続きが6月1日からですね、始まっているんですけども、まあ6月1日に規制がどうなるかっていう話が一度あったので、そのタイミングでイミグレーションはですね、6月1日よりちょっと前にオンラインで手続き始めますよとアナウンスはしてたんですね。ただ、じゃあ、規制というのは、要は一般的なコミュニティ隔離っていうのは、マニラとか、私が住んでるダバオとか、デセブの方でも続いていたので、その5月4日付の勧告に基づくとどうなるのかなと思っていたんですけれども、よく調べてみたらですね、新しい勧告がイミグレーションのホームページに載っていました。私はいつもイミグレーションの Facebook ページは、よくチェックしていて、新しい情報が出たら動画にしようと常に見ていたんですけども、まあオンラインにしますよってアナウンスはマニラとかダバオ市とかの Facebook ページには載ってましたね。ただセブはなんか Facebook ページを見ると事務所で受け付けてますみたいな。で、窓口はこちらがこの手続きですというようなポストがされていたので、もしかしたらセブのイミグレーションはオンラインじゃなくて、そのままやってたかもしれないんですけども、どっちにしてもですね、6月16日から6月30日までセブ市においては強化された、コミュニティ隔離に戻ってしまいましたので、セブ市にお住まいもしくは、タリサイ市ですね、規制がまた戻ってしまった場所にお住まいの方は、改めて最寄りのイミグレーション事務所にどうすればいいか問い合わせていただきたいんですけれども、それ以外の場所、マニラとか私が住んでるダバオとか、要はあれですね、一般的なコミュニティ隔離よりも緩い規制のところですね。お住まいの方はもうすでにオンラインで手続きを行っていますので、はい。もしビザが切れてしまっている、この規制期間中にですね、もしくはもうすぐ切れそうだということはオンラインで手続きを行うようにしてください。これについてですね、5月29日付で勧告が出ているので、これについて お伝えしたいと思います。これについては Facebook では私何度か見たんですけど、多分 Facebook では載ってないですよね。で、イミグレーションのメインのホームページの勧告っていうところがあるんですけども、それを一つずつ見てって開いていって、5月29日付のを開いたら載っていた情報です。はい。こちらの情報の内容はですね、フィリピンのほとんどの地域で修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ または一般的なコミュニティ隔離 GCQ が実施されることとなりましたと。まあこれ5月29日付なので6月1日からのことですね。で、それに伴いソーシャルディスタンス等の健康対策を取ることとし、イミグレーションでの手続きの保留を解除することとすると書いてあるんですね。そしてイミグレーションは諸手続きの受付を2020年6月1日からオンラインで行うこととすると書いてあります。そして、イミグレーションでの手続きが必要な人は、イミグレーションのホームページに行って訪問の予約をすること、そして予約コードを、受け取った人のみイミグレーションでの手続きを行うことができる。そして、イミグレーションで手続きを行う場合は、予約に基づき指定された日にちと時間に、イミグレーション事務所に訪れなくてはならないとされています。そうでない人は、イミグレーションに入ることはできないともされています。そして、予約に基づいて、イミグレーションを訪問する人は、政府発行の身分証明書と予約コードですね。それを提示しなくてはなりませんと。で、それがない人は、イミグレーションに入れませんとまで書いてあります。そして、イミグレーションに予約してから訪れる人は、マスクは必須ですと。そして、ソーシャルディスタンスを事務所の中で取ってくださいということが、はい、書かれている勧告が、5月29日付に出されていました。この2つの5月4日と5月29日付の勧告の PDF のページに行ける、
リンクをですね、私の説明欄に貼っておきますので、必要な方は英文ですけども、そちらを、ご覧ください。で、これに基づいて、まだですね、じゃあ、6月1日からオンラインで行うと。で、さらにイミグレーションでの手続きの保留を解除すると書いてあったので、じゃあもう6月1日から30日以内、要は6月いっぱいに延長しないと、7月以降に延長手続きをしたら、罰則が発生するのかどうかっていうのが実は分からなかったんですね。そこで、私はイミグレーションの、まあマニラの方ですけれども、Facebook でちゃんとした対応がしてくれそうな雰囲気だったので、メッセージを送って質問してみました。そして返ってきた回答がですね、やはり7月1日以降となると罰則が発生してしまうと、罰金を支払わなくてはならなくなりますという答えが返ってきたんですね。なので、もし現時点でビザが切れている方、もしくはもうすぐ切れそうな方は、今すぐにですね、最寄りのイミグレーションの事務所に、マニラの方でしたら、ホームページが2つ、あれですね、イントラムロスとマカティのイミグレーションの予約のウェブサイト、ホームページが異なったのがあるんですけど、それも説明欄に貼っておきます。ダバオ市の場合はですね、イミグレーションのホームページではなくて、Facebook ページに行って、そこからメッセージ、もしくは E メールか電話でとなっているので、これまた地域によってやり方が異なるんですね。また、私は Facebook でフィリピンに滞在している日本人の方のコミュニティにも参加しているんですけれども、そちらの情報ではどうやら予約が必要だと思ってダメ元で行ってみたけど、行ってみたらその場でやってもらえたよとかいうコメントがあったりですとか、逆に、まあ予約なくて大丈夫だろうと思って行ってみたら、やっぱり予約してから来てくださいと追い返されましたとか、そういった情報がありましたので、予約をされるのが一番確実だと思います。地域によってはそのまま受け付けてるというところもあるかもしれないので、まあ確認を先にしてみるのがいいと思います。一般的にはですね、イミグレーションは全国においてこれからオンライン、ニューノーマルの下でオンラインで受付を行っていて、事務所に入ったらソーシャルディスタンスを取りながらやっていくということは、はい、歌っていますので、はい、ちょっと場所によって異なるかもしれないですけど、情報をチェックしてみてください。そしてあれですね、じゃあ今予約したらどうなるのかという、これはちょっと私が住んでるダバオ市のイミグレーションの状況ですけども、私が知っている限りでは、6月の19日金曜日時点で、イミグレーションに予約をしたら、もうイミグレーションに行ける日が8月になってるみたいですね。8月の中旬とか。なので、もうどんどん予約が入っていって、それでもう外国人、日本人だけでなくて、もちろん他の外国人もイミグレーションで常にたくさんの人が訪れていますから、そういう人たちが順番にこう、日にちが1日何人までっておそらく決まってると思うので、どんどん埋まってって、ダバオの場合は今予約したらもう8月になってしまうと。そういう状況になっています。まあ国際線も今特にダバオの場合は、マニラにも飛行機1日1便とか動いてますけど、結構それもキャンセルが突然あったりとか、乗るのも難しかったりしてるようなので、で、もし日本にですね、まあ今飛行機のキャンセルとかが、予約したにしても続いたりもし、いきなりキャンセルというのがあったりもしますけれども、この期間に帰る方に関しては空港で事情を説明すれば大丈夫だと思います。もうちょっと先に、例えば、じゃあ今予約してダボーの場合だったら8月ですけども、8月に実は日本に帰りたいという方は、まあ一応予約だけ入れといて、あれですね、もし飛行機に乗る日が来てしまった場合は、まあ予約はしてるけども結局間に合わなかったと、それは自分のせいじゃないということをもう説明できると思いますので、その帰る人、ビザの延長のできる人がですね、微妙な場合は、一応、今のうちに予約しとくのが無難だと思います。はい。ちょっとこの、イミグレーションの手続き等に関しましては、場所によって違ったりだとか、あと今後の規制ですね。今の規制というのが、フィリピン全国で4段階で規制が分かれていますけども、これは6月の30日までとされていますので、また7月1日からですね、どういう規制になるか、それによっても、イミグレーションの対応も変わる可能性もありますので、はい。まあ今の現時点、この動画を作成している6月20日時点で言えるのは、今、ビザがもう切れてしまっている人、もしくはもうすぐ切れそうな人は、オンラインの予約をするようにしてください。はい。で、私が知る限りのマニラの方のイミグレーションのホームページですね、予約のホームページと、ダバオ市のイミグレーションの
予約ができる Facebook ページ。そしてセブはオンラインじゃないかもしれないですけども、最新の情報は Facebook ページに載るはずなので、ちょっとセブは強化されたコミュニティ隔離入って、6月15日以降のアップデートはされてないんですけども、まあ、もし最新の情報が入るとしたらそこになると思いますので、そちらの情報を私の YouTube の概要欄に貼っておきます。そして概要欄の見方ですけども、一応念のため説明しますと、パソコンで YouTube をご覧になっている方は、動画のちょっと下の方へ行きますと、私のチャンネル名とチャンネル登録者とか書いてあって、下に文章があると思うんですけど、そこの下にもっと見るとあるんで、そこのもっと見るを、ポチッと押していただくと下に説明が出ますので、そちらに載せておきます。携帯の方は右側の下に、逆三角の、マークがあると思うんですけども、それを押していただいたら、説明欄が出るようになっていますので、はい。情報が必要な方はそちらを開いて、適宜、リンクをですね、参照してください。その他ですね、イミグレーションダボー地域の Facebook ページにこうやって予約取ってくださいというやり方が英語で書いてあったのを日本語にちょっと訳して、同じところに貼っておきますので、必要な方はそちらをご覧ください。というわけでもう7月1日までこの動画を出した時点であと10日ぐらいしかありませんけど、まあ、もうオンラインで予約すること、予約するというのはご存知な方が多いと思うんですけども、まだ規制があるから、コミュニティ隔離規制というのが行われているから、それが終わってから大丈夫だろうと思っている方も、私もちょっと前までそう思っていたので、そう思われている方は、ビザが切れているとか、もう少しで切れそうという場合はですね、すぐにオンラインで、手続きを行うようにしてください。はい、オンラインであればね、日曜日でもできますし、まあ、Facebook 等で連絡が必要な場合、もしくはイミグレーションに、実際自分の住んでる最寄りのイミグレーションはどうなのかという場合は月曜以降にですね、お問い合わせいただければと思います。はい。私の動画ではこのようにフィリピンとかですね、私が住んでるダボーについての情報を伝えるようにしています。チャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。